今日は朝高知県四万十市って言ったかな、中村を出て足摺岬へ行って中村へ戻ってきた後、宿毛からバスにまた2時間乗りまして今着きました。ここが愛媛県に入りまして、駅の目の前なんですけど、愛媛県の宇和島市宇和島です。宇和島城のライトアップはやってましたね。久々に来て懐かしいもんですね。あれが宇和島城ですよ。私の四国の動画ご覧になって覚えてる方いらっしゃったらね、やっぱ宇和島って結構登場したところなんじゃないですか。私はね、愛着のある町ですね。ただいっぱい来たからっていうだけなんですけど、今日はですね、前に泊まったホテルはあっちにあるんですけど、今回は宇和島の駅の上にあるちょっとだけいいホテルにしました。それはベラベラと喋っても周りに音が響かないようにということなんですが、これですね、さっき宿毛駅で買ってきた任天堂スイッチの残骸がありまして、まあ、それどうでもいいんですけど、これね、これちょっとゲーム機を必要なかったんでちょっと買ったんですよ。でこれはまあホテルに捨てていくわけですが、まあ、もうちょっと綺麗な形で捨てようと思いますけど、ホテルの人もこれはちょっと捨ててあったらびっくりするでしょうね。明日の朝になって、なんだこれ、ああやばい、あの部屋ゲーム機捨ててありましたよみたいな話の種にしてくれれば幸いと思いますが、夜の宇和島へ今から繰り出しましてですね、それで大変危ないな、鍵ちょっとね、動画のアップロードがね、思ったより時間かかってるんですよね。まだこんななんですけど、全然進まないんだけどね、あと1時間かかるっていうから、その間にお食事の時間、出発進行とか言ってね、すぐ目の前で止められてるんですけど、ホテルにもレストランがあるんですが、今日はここでは食事はしません。いや、今日はっていうか、別にここではしないわけです。もう一泊しかしないんでね。明日の朝6時半発の特急和解で行きますので、ちょっとね、早いんですけど、早い時間の列車で行かないと、あれじゃないですか、ちょっと、なんていうの？景色が見えないでしょ？海の綺麗なところを走るのにね、夜ばっかり乗ってるんで、ちょっと視聴者の皆さんに悪いですからね。こういう自分語りみたいなのされたらうざいと思ったら、ぜひそれをね、教えてもらいたいと思います。私としては視聴者の皆さんが楽しい動画を見てくれるのが一番なんで、本当に教えてほしいんですけど、今回は個人的な過去の思い出話みたいなのをしようと思うんですが、私がね、最長往復切符の旅をしてね、それで貧乏だったんですけど、まあでも、その後で、YouTuber として、まあ、2段目の企画といいますか、長期の旅行企画を立ててですね、今度は多分うまくいくだろうと思って、事業といいますか、お金増やすぞという勢いで、列車に乗ることを仕事とするためにやったのが2度目の最長往復切符という旅行だったんですけど、その時にね、それを始める直前にちょっと四国の旅行をしましてね、で来たのがその時に何度か来たのが宇和島だったんですよね。でその時もすでに多少ですね、利益が出始めていた頃でして、調子がいいと1日1万円悪いと1日5000円みたいな感じだったんで、まあ、ちょっと安心はできないんだけれど、少しお金に余裕が出てきて、これから先どうかな、うまくいくかなみたいなね、瀬戸際夏休みにちょうど入ったばっかりみたいなのが去年のね、7月の中頃から終わりにかけてだったんですけど、それ以来に宇和島に来ましてね、いや今それなりに YouTube でこういう風にね、まともにやれるようになって、宇和島にまた来ることができたよなんて個人的には思うんですけど、こういう話聞いてね、うわうっぜーと思ったらそれ教えてくださいね。宇和島の駅前にね、こんな感じで見えない、これ結構深いんですよ、これ落ちたらね危ない、これ橋がかかってるんですね。駅前にこういう橋がありますが、こっち側には特に何もないんですけれど、確かこれはね、宇和島城のお堀なんじゃなかったかな。ちなみにあと宇和島の名物として、あそこにね、ちょっと離れるとシルエットで牛さんが見えますが、宇和島は闘牛で有名なところでして、前もね、行こうと思ったんだけど、日程がギリギリに合わなくてね、宇和島行くのやめたことがあったんですけど、牛を戦わせるのが年に5回ぐらいあるんですよね。スペインみたいなやつ。スペインでやってるんですよね、闘牛って確か。ということでも、宇和島は知られています。あとは毎年7月の終わりになるとね、私もたまたま日程があって見に来ることができたんですが、宇和島の、牛鬼祭りというのがあってね、大きな牛のお化けみたいなやつ、牛鬼様が川を渡ってというお祭りを見たことがあります。その動画は今非公開になってますけど、また公開する予定です。ここにも何か歌詞みたいなのがあるな。これ関係ないんですけど、多分今から話すこと、やっぱ関係あるわ、大和田健寿詩碑と書いてありますけどね、大和田健寿という作詞家の人がこの宇和島出身なんですね。主な作品ですけれども、鉄道唱歌です。鉄道唱歌ご存知の方多いんじゃないかと思いますが、一応ここでまた改めて紹介しておきますが、何年だから1800何年も忘れちゃいましたけど、正式な名称を地理教育鉄道唱歌というふうに言いまして、いやそれですね、小学校、当時小学校でいいんですね。で小学校の子供たちに主に地理のことを勉強してもらうという目的で、作った歌です。文部省唱歌の中の一つになっています。教育目的の歌なんですね。つまり音楽の授業で使うような歌ということですよ。実際戦後とかでも
あの50歳ぐらいの方なんかね、あ鉄道唱歌歌ったよ、学校でやったよなっていう風にね、あのおっしゃる方も多いです。汽笛聖新橋を早わが汽車は離れたりって、こういうね歌も皆さんも散々聞かされたでしょ。これ多分スクモから来たバスだと思う。違うかな、違うかもね。な宇和島のバスなんていっぱいあるからね。あとは宇和島の名物って言ったらじゃこ天、なんかねちょっとこう色はそんなに素晴らしく美しいわけではないんですけど、なんだろうな、なんかこうあの使い古したスポンジみたいな色をしてるんだけど、めちゃくちゃ美味しいね、じゃこ天というのがあります。宇和島はね多分九州で言えば大分県南部とかに当たるような井戸だったと思うんですけど、そういうわけで、まあ、宮崎県にも近いといえば近いのかな、そんな感じですよね。これ暗いですけどヤシの木が生えてますが、ですね、めちゃくちゃ寒いのね、こんな寒いのかと今心底驚いてます。去年の夏に来た時はもうちょっとあれだったな、もうちょっとっていうかかなり暑くて、さすが南国という感じがしたんですが、もう猛烈な蒸し暑さ。大型のバスに乗ってる人たちがね、あいつは一人でビデオカメラに向けて喋って何をやってるんだという感じで、こちらをご覧になっています。YouTuber なんですけどね、まさかそうだとは思うと、もしかしたら最近流行りのね、チャンネル登録は1000人ぐらいしかいないんだけど、お金を、物を盗みながら旅行してる YouTuber だと勘違いされたかもしれません。さっきお話ししたジャコ天をお持ちいただきました。値段は340円、ジャコ天にしたら多分高い方だと思いますが、器まで温められていて多分質のいい出し方をしてくださっているので、別にそれが値段に対して高いということはないと思います。ご覧いただいて分かると思いますが、こんな感じで練り物を周りこんな感じで揚げて、どういう風なやり方をしているのか私もあんまりよくは分からないんですが、なんだっけな、浜田の方にもこういうのあるんですよね。島根県の浜田と、それから愛媛県全体でなんか似たような名物があります。浜田の方は赤いんですけどね、お醤油をかけてこれにこうつけて大根おろしと一緒に食べるのです。一時期松山に来た時ね、松山とか愛媛県を旅行した時じゃこ天ばっか食ってたんですが、最近ではもう随分縁が遠ざかっていましたけど、久しぶりに食べてやっぱり美味しいなと思い始めたところで、もうすぐに出していただきました。こちらが鯛めしです。まずは鯛めしの食べ方からご紹介したいと思います。まあ、私の紹介もいいんですけど、この角屋さんがですね、私にというかお客さんに向けてこういうふうな説明がありますので、まずはこれをご覧に入れた後、第一に卵の入ったこのだし醤油みたいな、これをかき混ぜます。ちなみにこのスタイルの食べ方は南予の、南予というのはつまり伊予の南、愛媛県南部という意味ですが、南予の鯛めしと呼ぶことが多いようです。というのは鯛めしというのはね、ただの鯛の炊き込みご飯とかそういうのも鯛めしと呼べば呼べますので、区別がつきにくいということで、一般的に地方の名物として知られている鯛めしといえばこれだと思われます。これでいいのか分かんないんですけど、もうちょっとよく混ぜた方がいいかな。で混ぜたこの卵のだし汁のところに、ここにある鯛ですが、これ結構いっぱいありますんでね、少ないように見えるかもしれないんですが、お盆がそれは大きいせいでして、かなりどっさり積まれているこの鯛を惜しげもなく投入するわけで、ちょっと惜しげがなさすぎだな。しそも一緒に入れちゃってよかったのかどうなのか分かんないんですけど、結構たくさんあるということがお分かりいただけるでしょうかね。密度が濃いでしょ。その後その他海藻の類も全てこの中に入れるそうです。これ全てなんだそうですね。でこのだし汁の中に加えられた全ての具材を、まあ大体こんな感じでざっくりと全般的に均一になるように混ぜて、ちょっとこのしそだけはね、大葉の葉っぱはどうしようもないですが、まあ、大体こんな感じでいいでしょうかね。そしてあとは混ぜた具材をまずは上からこう取り出して乗せるじゃないですか。で乗せて、あとここにあるこのだし汁はもちろんただ味をつけるだけに使うわけではなく、適宜、まあこれは好みに応じてだと思われますが、このようにかけると、これが南予の鯛めしの主な食べ方です。ここの説明によれば、火の使えない船の上で昔はこのようにして取れた鯛を味わっていたとか、そんな風なことが書いてあります。海賊の人たちの食べるものだったそうで、多分あれなんでしょう、藤原の住友とかそういう人なのかな。それぐらいしか海賊でいいよって言ったら名前がわからないわけですが、食べかけの様子で大変恐縮ですが、しかしこんな感じでね、この鯛とそれから、まあ、冷たい、なんていうの、
お茶漬けみたいな雰囲気のするものですけれど、そこに海藻が混じってたりしてね、なかなかこれがあのいいアクセントになるものです。一杯食べ終わってしまいましたが、まあ、大体私の経験だと3杯ぐらいは同じものを食べることができます。つまりまたここにこう鯛を乗せて繰り返すということが、今1杯食べましたのであと2回はできるということです。これね、繰り返すのが大変贅沢な感じがしていいんですよね。ご飯が足りなくなった場合はこのお店に関してはサービスしてまた増やしていただけるそうです。付け合わせのこれは南蛮というのかな、これもね何の魚か私は存じ上げませんが美味しいですよ。そしてまた3杯目ですよ。まだこんなに残ってますからね、あの全然鯛をケチったりとかしてないんですが、自分の乗せたい分だけ乗せてもご飯を3杯も食べられると、やっぱね、あのご飯をたくさん食べられるっていうのはこうなんか贅沢な感じがするんですけど、分かりますかねこの感覚。4杯食べようと思えば食べられそうだな。まだだって こんなにありますよ。じゃあこれぐらいにしておくか。やっぱり美味しかったですよ。美味しかったですけどね、ちょっと寒いのなんの、頭おかしいね。いやごめんなさい、頭おかしくないわ。おかしいのは私の頭だけですね。別に誰の頭もねおかしくないですけど、あのやっぱ美味しいんですけどね、ですけどねってなんだ、別になんかその後美味しいんですけどっていう後に悪いような言葉が続くような、そんな美味しいですよ。あらなんか私の顔がアップになってるわ。前にここに食べに来た時ね、私がお金なかった時にお世話になった方がちょうど宇和島にいらっしゃって、でじゃあその時のお礼にお食事ご馳走しますって言って、その時にね無理して背伸びをして鯛飯をご馳走したんですが、あのその時に向かい側の方がね、私の分のあの鯛飯を鯛を持って行きそうになったんで、ああ僕の鯛がさらわれるとかね、そんなことをあの向かいの方に言って、向かいの方がすごい大喜びっていうか大笑いしてたのを覚えてますけど、その時はまだ私もね、ご馳走するとは言っても自分の財布からあの鯛飯をこう食べさせ、させていただくんだけれども、食べさせ、なんていうの、ご馳走させていただくんだけれども、でもやっぱりこうそれがギリギリ自分の結構重い負担になるみたいなね、そういう状況でしたよ。あでもその後もう一回来たな。あのそういえばなんか瀬戸内さんも懐かしいですけどね、あの彼があのなんだっけ、経費で鯛飯が食べられるのがいいねみたいなことをコメントくれたのを覚えてます。瀬戸内さんも動画見てくれてるんでしょうね。見てくれてたらありがとうございます。もうすごい昔の方になっちゃいましたけど、あの店のラストオーダーは夜の9時でして、まあ、大体地方都市の夜最終盤って言ったら9時ぐらいかな。居酒屋さんだったらもっと遅くまで空いてるんでしょうけど、大体それぐらいにはいろんな建物が閉まるもんです。でもね、これが意外にも宇和島駅の JR 四国の列車に関しては夜遅い時間まで走ってるんですよね。こんな遅い時間まで走らせてもお客さん乗んなくないかみたいな遅い時間まで走って、確かに11時はないけど10時台が最終じゃん、9時だったかな、9時5分が最終だったか、9時16分発が最終列車だったみたいですね。まあともかくね、こんな遅い時間まで特急が走ってるんですよ。松山からも日帰りが非常に簡単な距離にあるし、またバスと競合しているので鉄道もバスも同じぐらいの安い値段で乗ることができます。そういう割引切符が売られています。これだ、エスキップ。今空いてるんでちょっと券売機で調べてみますけど、乗車券特急券を松山まで買いますと2990円なわけですが、これがですね往復乗車券で松山まで3600円、片道で3000円なのに往復で3600円なんですよ。ちょっと安すぎるんじゃないか、そういう風な競合って大変なんだなとつくづく思います。次の闘牛大会は正月2日からやるんですね。こういう風に出てる番付まで出てます。横綱、大関、小結、その3つか。料金ですけど大人一般で3000円、前売りで2500円、まあ、大体こんな感じ。中学生以下はただまあ、あのそれなりに値段はしますけどね、やっぱりこのぐらいの値段取ってくれると逆にあそんだけしっかりしたもんなんだなって期待が、あの期待というか裏付けがありますよね。あとそうか、名物がいろいろ展示されてますけど、鯛味噌ね、あとこういう雑炊か、雑炊も、まあ、とにかくこの辺りは鯛ですよね。
あ、こんな何すごいデラックスな鯛めしもあるの。まあ多分さっきのやつも鯛をびっちりと並べればこういう風になるんでしょうけど、あとね、なんだ、芋をこうすりおろしたようなあの薩摩汁っていうのもあるんですよね。それはここにはないけど、あとあのじゃこ天とか、あのかまぼこみたいな揚げ巻きって書いてあるけど、そういうのもここに飾ってあります。タチウオの巻き焼き、あのタチウオって細長い魚がいるんですけど、そこに巻いてそれで焼いたのか、こんなの初めて見た。そういうのもあるの。これは真珠か、真珠も作ってるんですね。もち米、五穀ご飯、いろいろ。やっぱね、あの四国って食べ物が美味しいですよね。おお、なんだこれ、青函トンネル開業30周年、北海道150周年、おお、なぜここで、あ、そうか、瀬戸大橋も30周年だからか、一本レッドの、まあいいや、その話はやめておきましょう。大体このぐらいでいいかな。で、この宇和島の駅と私の泊まってるホテルは直結してますんで、ホテルクレメントというんですが、ただこれをこう開けて入ればいいだけです。寒かった。じゃあこれで部屋に、ホテルのレストランのランチもね、安いんですよね、結構。これこんな感じでした。6階か、間違えちゃった、間違えて両方しちゃった。上に行くエレベーターなんですけど、一番上だったか、6階建てなんですね、このホテルは。1階開くんだよな、これね。 OK。 このホテルでも、ね、今エレベーターのところに広告あったんですけど、鯛めし食べられたみたいですね。知らなかった。あのすごい、鯛めしだけじゃなくて他のものもいろいろセットになってて、高級な感じのやつで、鯛の量も多かったしね。ただの値段もその分張るわけでして、3500円、宿泊者宿は 10% 引きだってことだったけどね。まあ私はあのぐらいの鯛めしでいいけど、そういう立派なものが食べたければこのホテルで食べるのもいいかもって感じでした。まだアップロード終わってないのか。さっき 3% とか、あと7分、まあそのぐらい待つか。じゃあでもいい、アップロードの待ち時間を過ごしましたよ。ご視聴ありがとうございました。